はい、皆さんこんにちは、山城と申します。さあ今日はね、何をやっていこうかというとですね、見ての通り水間鉄道でございますね。というのもですね、まあもうね、だいぶ皆さんご存知の方も多いと思います。水間鉄道さん今クラファンやってましてですね、でこれがなかなかですね、ゴリゴリにやってまして、いわゆるドラマを制作するんですよね。100周年に合わせてドラマを撮るとかっていう話でしたっけ。でそれで今クラファンをですね、5月いっぱい、がメドでですね、集めてますよということなんですけど、なんかここに来てですね、すごいコラボレーション、 YouTube 関連のコラボレーションがわーっと増えたということなんでね、ちょっとねチェックしてみようじゃないかというわけでございますね。で、どんな感じになるかなっていうのをね、気になってる方もいると思います。実際にね、じゃあどういう感じになって で変えるのかなとかね、そのあたりとかもね、いろいろとね見ていけたらなと思っておりますよ。で今ね、まずね、水間鉄道のね、ホームページやってきてみました。パソコンの画面ですけどね、こんな感じですよということらしいです。で、これですね、水鉄でいいんだったっけ、これ。水間鉄道ね、水鉄クラファン、クラウドファンディングやるってよ。なんか、どっかで聞いたようなあれになってますけど、まあまあまあ、大阪の会社ですからね。まあまあまあ、このあたりはね、それはね、あれですからね。ということでね、実際これをクリックしてみると、どんな感じなのかなっていうと、今こんな感じらしいですね。キャンプファイヤーで、目標金額が770万で、今の段階で616万集まってるってことですね。ああ、結構まあ来てますね。ただ8日ですからね。まあまあ、こっからちょっとプラスアルファ入らないとちょっと厳しいかもしれませんねっていうところでございますから。で、ちょっとそれでですね、新しいプロジェクトいろいろと始まってるらしいんで、ちょっと見ていってみましょう。で、水鉄で、クラファンに関心を持っていただきありがとうございますということで、ドラマの制作委員会の要はその制作費用をクラウドファンディングで集めようという、ような、流れらしいですね。で、見ていくと、まあ、ちなみに水間鉄道は大阪ね、大阪の会社さんということですございまして、私も実はね、水間鉄道は乗ったことないんですよ。うん、ちょっと乗ってみたいなというつもりはあったんですけど、何でこのご時世でございますよね。なかなかね、まあ同じ近畿圏といえば近畿圏なんですけど、まあなかなかね、三重からだとね、行きにくい、ところもありますんでね、なかなかね行けてないなって感じで、このね水間鉄道のねマークを見ると、私らだとどうして一瞬あれ、あの鶴舞線の昔の電車みたいなね、ちょっとイメージにもなってしまいますけど、違いますよと、これね、水間鉄道さんでございますよということでございますね。で、このプロジェクトで何をやるかというと、YouTube のドラマ制作ね。で、観光によって、貝塚市ね、この電車が走っているの、貝塚市っていうところで、ね、活性化やりましょう。で、3つ目が、水間鉄道の開通100周年イベントの、その資金にもね、つなげていくぞというのでやってるらしいです。で、人口が8万5000ってことなんで、まあ、市と比べるとだいぶちょっと少なめにはなってますけど、まあでも大阪からもね、ストンと、行けるところでございますから、便利なところだと思うんですけどね。で、今ね、横にちらっと映ってます。これがいわゆる、クラウドファンディングですね。この右のところに映ってるやつですね。いや、これがね、なかなかすごいのがありまして、まず無期限パスね、100万人っていうことで、100万円でね、払うと、なんと無期限で乗れますよっていうことなんですね。これはこれまた、思い切りましたね。無期限っていうね、なかなかね、どうしても最近無期限でね、使いますよって言われると、とある納豆屋さんのね、痛ましい思い出がね、ちょっと思い出されるところではございますけど、大丈夫です。ここは、鉄道会社さんなんでね、ということでございますね。とはいえね、まあ、存続もね、なかなか大変なところ、ローカル鉄道がね、存続も大変なところで、いろんな各社ね、いろんな知恵を振り絞ってやってますけど、まあ、ね、ここはここで、なかなかオリジナリティになることをやってるなって。とりあえず100万円払った。まあ、これ1個入ったらもうほぼほぼ達成間違いなしぐらいには来るんですけど、まあ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 、なかなかこれ100万円さあ行くぞっていう人はね、なかなか難しいみたいに、まだ支援者は、いらっしゃらないみたいですね。なおね、このちゃん、ここでね、ドーンって100万円いったらね、なんかね、バズりそうな気もしますけど、すいません。残念ながら私の財力ではね、100万円ね、出すね、あれがありませんのでね。ということで見ていくと、他にもね、YouTuber さんの西園寺さんとね、コラボレーションしたりというね。まあ、ここら辺は、なるほどな、なるほどなと。2000円でね、これはワンデーパスが、しかも、
初回発行限定で出る、特別版のあのワンデーパスで西園寺さんバージョンみたいになってるらしいですよ。ってことはね、これは、あ、なるほど、これは興味のある方多いんじゃないかなと思いますね。51人ということでね、ああなるほどなるほど、これちょっと気になるなというところですね。ただね、びっくりしたのがね、この下なんですよね。なんと、琴ノ葉葵ちゃんとですねコラボレーションするらしいです。日光圏さんって言ってね、まあ鉄道関係をメイン、まあ今はもう鉄道関係がだいぶメインになってますけどね、もともとはドライブ動画とかも上げてる、まあちょっとうちに近いような流れっていう流れですけどね、 BGM が実はうちと被ってたりとかするんですけど、あのね、のところがあるんですけど、なんとね、あそこのね、マスコットキャラクターをドラム出演させようっていうね、コラボレーションとかもねやってるらしいです。これはなかなか、これはなかなか思い切ったことをやりましたね。びっくりしました。まあ、西園寺さんはね、あ、まあ、なんとなくね、まあ、自然な流れといえば自然な流れなんですよね。まあ、もともと大阪で活動されてる方ですし、もうね、チャンネル登録者数も13万とか言ってますよね。もう神さんと同じぐらいになってます。ぐいーっと伸びてるね。まさに伸び盛りの、ね、東のスーツさんで、西の西園寺さんとね、読んでもいいのかもしれないね、ところがあります。まあ、他にも大阪はね、いろんな方が活動されてますけど、そんな中でも今ねぐいっと伸ばしていて、まあ確実に西側の、鉄道の関係で言うと、もうかなり確たる地位を築いたところがありますかね。まあやっぱ10万人超えてますし、うん、ね、っていうところがあるんですけど、特にあの鬼ごっこでね、ゴンと一つやっぱでっかい企画になりましたからね、っていうのもあるんですけど、まあこれ琴葉葵ちゃんの日光圏さんのところは今5万4万か5万ぐらいですよね。まあ確かに、あの、鉄道系としてはかなりの確たる地位を持っているところではあるんですけど、あの、ご覧になったことがない方がいらっしゃってたらね、あの、見ていただいたらいいんですけどね、この可愛いイラストとね、この可愛い感じのね、ところからはね、想像を絶する毒舌がね、飛びまくってますからね。そう。宇宙なんかよっぽどね、どこかあるんですね。多分、中の人は、まあまあ同世代の、まあな、おっさんが作ってるんじゃないかなっていう感じは、ふつふつと、私たちの世代のね、昭和末期の世代の、ネタが、ポツポツと放り込まれてきますんでね、まあ、平成生まれだとは思いますけどね、というようなところはあるんですけどね。なんと、コラボレーション2000人枠と5000円枠と、なんと1万円枠に3万円枠まで用意したということでね、エンドロールに出たりとか、まあそれぞれによって、ちょっと変わってくるらしいです。1万円だとワンデーパスか2枚、あの、姉妹バージョンね、両方バージョンがついてくるのと、葵ちゃん、この今映ってるね、青い髪の子をね、それと別で、あの、ピンク髪って言ったらいいのかな、の子がね、いたりするんですけどね、そう。の、イラストの入ったワンデーパスが5000円でついてくれるということでございましてですね。ああ、なるほど。いろんなことやってるなと。いや、正直、この琴ノ葉葵ちゃんとコラボレーションはね、びっくりしましたね。まあ、西園寺さんは、まあ、流れ的にもあるかなとは思いましたけど、やはり西ですしね。あ、で、この日光圏さんも、京都が一番か。ですのでね、あの、近鉄関連の動画とかね、そう、ね、いっぱい上げられるんでね、まあまあ、うちともね、被るところが多い。まあまあ、うちの場合はね、三重なんでね、でもね、やっぱし、ね、近鉄に来ると近鉄になりますからね、ただ、よっぽどあの、クオリティは、全然うちなんかとはね、比べ物にならんぐらい、素敵な動画ね、上げられてるんで、まあ、これから多分まだまだね、絶対伸びてくるぞっていうところですけどね。ということで、こんなコラボレーションをされているらしいですよ、と。いうことでございますね。で、葵ちゃんの方は100万円を達成すると、そのこのプランね、全部合わせて100万円を達成すると、何でしたっけ、ドラマ出演されるらしいです。あとドラマの中に葵ちゃんが出てくるらしいです。びっくりですね。どうなるのかね、この中でメンダーで目指す100万円ってことでね、やってるみたいなんですけど、でね、こうなったらね、どうするのかというところなんですけど、どうしようかなというところでね。うん。まあ、せっかくですし、まあ、やっぱ、ここは西園寺さんのね、ところ、まあ、うちもね、西園寺さんのチャンネルね、よく見させてもらう。日光圏さんもね、見させてもらってますけどね。うん。5000円、やっぱりワンデーパスね、ついてくるのでね、2000円でね、ワンデーパスって。まあ、ね、普通はね、確かね、600円だって、だったそれぐらいで買えるんですよね。ここね、安いのは安い。もともとワンデーパスが安いのは安いんですけど、
ね、やはりこの限定レンズで、まあね、そのクラウドファンディングですからね、当然そういった投資もありますし、まあ、まあね、先駆けといえばね、やっぱスーパー GT なんかで、ね、結構これのこういった感じの先駆けやってましたかね、あの初音ミクちゃんのところとかね、そうそうそう、昔古いところだとパシフィックさんとか、あとなんか、ネオンプロジェクトとかやってたよな、なんてことを思い出しながらね、まあそんな話は置いといて、でせっかくなんでじゃあ試しにね、この西園寺さんのやつをね、ちょっとやってみましょうじゃないですか。でリターンを選択すると、そうするとこんな感じでプロジェクト支援しようってのが出てきますで、これねキャンプファイヤーっていう、クラウドファンディングのサイトを使ってるらしいです。ですから、まあ、それをやったことがある人はもうログインすれば自動できるんですけど、私ね、キャンプファイヤーさんのそのやつやったことないんで、試しにね、せっかくだからちょっと今回やっててみようと思います。これで、新規登録すればいいみたいです。ってことで、アドレスを入れまして、確認メールを送信すると。するとメールが届くらしいです。はい、すると来ましたね。こんな感じでキャンプファイヤーさんから、アドレス確認が来ますので、これでメールアドレスを認証すると、ユーザー名とかが入れるみたいですね。入れて、利用規約とプライバシーポリシーね。いや、普段ならね、ピュッと飛ばすってことないですよ。で、こういうのちゃんと読まないといけませんからね。そんな紹介動画でそんなね、適当なことしませんからね、ちゃんとね。私は普段から読みますからね、こういうの。はい、キャンプファイヤー利用規約で、ね、ありますね。キャンプファイヤー、ね、プロセスは、ね、まあ、いろんな利用規約のこととかもまた書いてありますね。いやいやいや、全部読み切りました。いやいや、もうね、2時間ぐらい経ってあるはずですけどね。いやー、しっかり読み切りましたね。いやー、まあ、問題なかったですね。はい、ということでですね。あと、あ、そかそかそか、プライバシーポリシーもね、見ないといけませんね。よいしょ。これもね、ちゃんと全部見ますよ。当然じゃないですか。ちゃんと読みますよ。ね、今日もね、ありがとうございますね。あ、ちゃんとね、読みましたからね。これ1時間ぐらいかけて、ちゃんと読みましたからね。はい、確かに大丈夫。あ、いいですね。ということで、利用規約もね、読んでね、同意しましょう。はい、同意しました。ちゃんと読みましたもんね。うん。いや、問題なんてなかった、問題なんてなかった。で、リターン合計金額2000円で、これでできるんですよ。あ、で、上乗せ支援っていうのもできるんですね。要は、うん、ね、こういう考え方は私好きですけどね、ドル投資みたいな、アメリカなんかだと結構一般的な考え方であるんですけど、ドル投資って言ってね、ね、そのお金をね、その自分の好きなものに対して、だから例えば一杯ね、100円のコーヒーだけど、俺はこのコーヒーを飲むのにすごくファンになってね、で、俺はお金なんていくらでもある、これを100円で俺が飲んでたんじゃ、あれだから、もっとみんなにこの味を知ってもらうために、俺はじゃあ、これに1万円出すよと。いうようなことをするっていうね、こういうのドル投資っていうんですけど、向こうではね、日本ではそういうのはね、ぼったくりみたいなことになるから、悪い商売だっていうのような見方になりますけど、アメリカの場合はそうやってして産業の育成につなげる、ね、良いものを作ってる人をより応援するっていうのが、それはいいことだよ。だからこれはドル投資じゃない、ごめんなさい、ドル投資じゃなくてドル投票っていう言葉がありましてね、投票するんだね。で、金持ちが好きなものにたくさん投票して何が悪い？俺は投票する権利を持ってる。なぜなら俺は金を持ってるから。ね、それによって、その経営者も潤うし、ね、っていうようなのは何が悪いんだっていう発想が ありましたね。まあ、それにちょっと近い発想になりましたね。なかなか日本では根付きにくい発想のところがあったんですけど、まあ、それの代わりに日本の場合こんな感じでね、リターンをつけますよっていうような形をつけることによって、まあ、かなり、クラウドファンディングっていうのもね、だいぶ形が見えてきたのかなと思いますけど、海外だとこういうのもね、うん、本当気持ちで、お願いしますよっていうところがあって、まあ、それがこの国なんかにもありますね。こういった感じで、まあ、チップの感覚ですよね。向こうで言うと。っていう感じなのかな。ちょっとチップとも違うかな。っていうのがありますね。っていうのがあって、まあ、クーポンコードとか私は持ってませんので、で、これで、クレジットカードでできるし、あ、他にもなんかいろいろありますね。ペイペイや楽天ペイでもできるんですね。へぇ、便利ですね。キャリア決済もできるんだ。決済だとあれか、ポイントが20ドルできるかな。あ、いや、au ペイじゃないから、ペイペイとかと違うから、あれか、ならないか。ね、っていうことで、普通にクレジットで払っておこうかな。よいしょ。クレジットカードの情報もね、
無事入浴が終わりましたんでね、さすがにちょっとね、番号を見せるわけにいかないんで、ちょっとすいません隠してでますけど、入浴はねできてます。まあ、 普通に、データ入力するだけですね。はい。で、あとは、セキュリティ情報もね入れないといけませんので、カードの裏側にあるね3桁の数字、まあまあまあクレジットでこういった決済したことある方なら、Amazon とかでも必要になるやつなんでね、ヨドバシカメラとかでも使ったことある人なら分かると思いますけど、裏側にね書いてある、の、下3桁ね入力しますよっていうような形になりますね。で、名前別にも公開するからいいですね。電話番号とか、あと部屋番号とかもね、マンション名とかも入れた状態でですね、まあお届け物が届かなくなっちゃいますよね。で、性別とかも入れることができるんですね。まあ別に私隠してないんで、よっしゃ、2月8日でリコーダー、古い部分だから入力の指定がある場合は、まあ、特に今回はないはずなんで、応援コメントね頑張ってください。はい、すいません、最後のね決済の入力、いろいろとしてるときにですね、ボタンがねちゃんと押せてなくてですね、押せてなくてというかショートカットキーをしたら自動的に消えてしまうのを忘れとってね、また途中でねブツッと、取っておった情報が消えておったんでね、すいません、ちょっと後の最後の決済したところの、ね、画面が出てないんですけど、これだけねちょっと触れておこうと思います。さっきのところからね、入力が終わると最後の最終確認のところが出てくるんですけど、そこでねこんな、安心支援保証約款っていうのが出てきます、キャンプファイヤーさんの。でこれにですね、要はいろんな、毎日ねそのうまいことそのクラウドファンディングが、いかなかった時の、どういうような対応しますよっていうのが書いてあります。まあ、簡単に言うと、毎日ね、相手さんがねオーナーさんがねプロジェクトオーナーさんが、倒産したりとかで、ね、いろいろあって高飛びしたとかね、まあ、いろいろあるケースがあるわけですけど、でね、結局そのプロジェクトが履行されなかったよっていうようなことになった場合には、最低ね、8割は保証は、できますよ。80% は、支援金額の 80% 保証できますよということらしいです。その代わり、条件によっては、こちらの方のね、その、履行が、不可能ね、要は、例えば、うまいこと、その、決済ができなかったとかね、もしくは決済とかした、それとも決済された側、要は、オーナー側にしろ、依頼者にしろ、暴力団関係者の人が関わるんだよとか、あとはね、今回の場合は、サテライト企業とかでもダメですよ。いわゆる、自分は組とね、席を入れてないですけど、そういった人と関わりがあって、いわゆるサテライト企業として、活動しているような企業さんと判明した場合には、全部その、取引はなかったことになりますよとか、そういったようなことが書かれておりますので、このあたりはね安心してご利用いただければいいんじゃないかなということでございます。あとはね、そのやつを送ったら最後で、こんな感じで、支援者になりましたよというやつが、送られて、こういうふうに、支援者になりましたよっていうのが送られてきますんで、ちょっと下の方にね、住所とか入ってるんで、ちょっとモザイクになってますけど、まあ、こういうような感じで、無事メールが届いて完了というふうになりますのでね、皆さんもよろしかったらね、ご興味あります方ございましたらね、この動画をね、見てね、概要欄に、またリンク貼っておきますので、そちらの方から登録といただいたらいいんじゃないかなと思いますので、ぜひね、この機会に水場鉄道がね、うちのチャンネルも、これを機にね、あわよくばね、これでね、ワンデーフリーパスね、今買いましたから、これでね、ワンデーフリーパス使ってね、その、ワンデーフリーパスを使って、ね、ぜひ、うちのもね、チャンネルで、ちょっと、水間哲郎さんね、旅行に行ってね、ちょっと、見てみたいなと思いますんでね、よかったらね、またそのあたりもご期待いただければと思いますよ、ということで、この動画はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。